甲状腺機能低下症と髪の健康について。甲状腺機能低下症は甲状腺ホルモンの不足によって引き起こされる状態であり、髪の健康にも影響を与えます。甲状腺ホルモンは髪の成長と健康に対して重要な役割を果たしています。甲状腺機能低下症では甲状腺ホルモンの不足により髪の成長が遅くなり、髪がもろくなることがあります。また皮膚と頭皮の乾燥が起こる場合があります。乾燥はかゆみを引き起こし、頭皮の健康状態に影響を与える可能性があります。一部では甲状腺機能低下症によってメラニンの生成が減少し、色素沈着が起こることがあります。その結果、髪の色が変化することがあります。甲状腺機能低下症により髪の健康への影響を軽減するためには適切な治療とケアが必要です。甲状腺ホルモンのバランスを正常化するため、医師の指示に従いホルモンの補充療法を受けましょう。お問い合わせは LINE へ。